はい、おはようございます。カパパです。ここはですね、奥日光千丈ヶ原の赤沼の駐車場です。ということでございまして、今日はですね、伊織滝に向かいます。というわけでございまして、伊織滝までのルートをご案内します。場所は奥日光お田代ヶ原のさらに奥、前白根山のふもと、標高1650メーター地点にある落差20メーターほどの滝です。県営赤沼駐車場を出発、雪の遊歩道を小田代ヶ原に向かって進みます。そしてね、弓張峠のヘアピンからは川沿いに登っていくと伊織滝です。距離6キロ、2時間の山旅に出発です。しかしすごいね、こんなに。ここね、赤沼の駐車場って冬閉鎖されてたんだけど、開放した途端ものすごい台数が来てますね。はい、ここがね、赤沼の公衆トイレ、ものすごく混むんですよ、ここは。はい、でみんなね、スノーシューや、アイゼン、チェーンスパイクの準備をしてますね。じゃあ僕らもね、少し準備して行ってみましょう。いやー、よく晴れたな。気持ちいいよこれなあ。こんな感じでね、まあ、登山道というか遊歩道ですね。ここもよく踏まれてましてね、スノーシューは全く行きませんね、この区間は。で、皆さんどうせね、この道だと小田代まで行くと思うんで、まあ大体滑り止めつけてる方もいらっしゃいますけど、もうこう平らんとこ歩く分にはね、普通の山靴でも全然十分です。いやー、雲一つないよ、素晴らしい。小田代ヶ原が見えてきました。いやいや、去年もそうだったんだけど、ここ 2,3 年はね、すごい天気に恵まれてて、それまではもう毎回吹雪だったんですよ。まあ、この辺地吹雪ですけどね。いや、今日はね、貴婦人もいい表情してるんじゃないかと思います。はい、こっちが小田代ね。でね、このゲートから、抵抗外バスの、舗装路、はい、この先ですね、ここに一旦出てね、小田代の休憩所の方に向かいます。ここがね、小田代の休憩所ですね。夏にはね、ここバスも通ります。あそこがね、トイレです。もう冬はね、閉鎖しちゃってます。で、その隣がバス停。あ、もうね、ベンチのあたりは、まあ、たくさんの方いらっしゃいますね。ここはね、小田代の展望台ですね。あそこ行って、貴婦人見ましょう。おお、盛り上がってるね。ガス
間のね、負担も取んないと入らない。あ、そういうの入らない。やってる人写真見るとすごい高いから、うんうん、そう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 、負担に集まらなくて、うん、お、来た。はい、小田城です。お、これ GoPro じゃね、ちょっと貴婦人見えないんで iPhone で切り替え。今日は賑やかだね。コロナの時なんか誰もいなかったけどね。いやー、私よ、私よ。はい、じゃあね、かなり人が多いんで、はい、夜滝の方に向かいます。あのカーブのね、あの先っちょが夜滝への登り口です。特に目印はないと思ったな。やっぱこう日陰は寒いね。ここですね。このね、木の杭が打ってあるとこ、まあ、ここが一応目印なんですけど、この先ね、まあ、コースがあるわけじゃないんで、初めて行く方はね、誰か経験者と行くことをお勧めします。あ、天気もいいし、早く見たいな滝。あ、去年と違ってね、だいぶ踏まれてますね。これ昨日もね、結構人来てるはずなんで、あ、やっぱりね、スパイク長靴正解だよ。はい、伊織岳はね、こう緩やかに見えますけど、この緩やかがずっと続くんで、結構標高はね、上がるんですよ、登ってくるんですよ。知らず知らずのうちにね、まあ、疲れてくるんで、まあ、この辺でね、まあ、水飲んだり、まあ、エネルギー補給したりするのもいいかもしれないです。ただこの先、まあ基本的に危険箇所ってないと思うんで、ね、ここまで来たら、あとどれぐらいだろう。40、50分、1時間ぐらいかな。まあ歩くとね、自然ついちゃいます。来てるね。ここからね、結構上りになります。もう雪の上だからね、結構フラットになって歩きやすいことは歩きやすいんだけど、時々ズボります。ミルクの国、また変なの。意外と大きかった。じゃあバッファリングがあるね。バニラの味がする。ラムネ取っちゃいけないね。うん、ラムネじゃないな。いや、だんだんね、よりだき近くなってきましたよ。はい、よりざですね。かなり溶けてるね。ということはよりだきも溶けちゃってるかな。はい、こっからね、あとこう 100m ぐらいかな。なんとなくチラチラ見えてるんですね。はい、行ってみましょう。うわー、空真っ青。おー、見えてきたぞ。あ、去年よりも面が伸びてるね。おー、行こう行こう行こう。
おお、いっぱいいる。すごいな。うわ、こんないるよ。おお、はい、よりだけです。いやー、すごい。いやー、去年よりな、凍ってるよ。うん、素晴らしい。で、今回はね、この人が多いから、うん、今日すごい人。あまり長く撮ってると迷惑になっちゃうんで、ほんとね、夜だけってさ、実はこんな人が来るとこじゃなかったんだよね。ここ2、3年すごいですね、人が。はい、ではね、今11時ですね。で、だいぶ混んでるんで、まあちょっと離れたところで、コンビニの冷凍うどんと思ったんですけど、今日はね、残念ながらね、あの2人とも全然お腹空いてないんですよ。うわー、ゾクゾク。夜だけはね、やっぱり僕は馴染みが多いんでよく来て来るんだけど、こんなに人が多いの初めてだわ。有名になったね、本当に。だけどね、あんまり来てもね。じゃあ、戻ってきた。12時弓張峠の登山口にね、戻ってきました。今日はね、山っぱさんはじめね、ついともさん、あとはご視聴者さんね、本当にね、ものすごい数の方に会ってね、本当に良かったです。はい、というわけでございまして、今回もね、ご視聴ありがとうございました。カパパでした。